こんにちは。小さな会社の動画作りをサポートしております株式会社コラボズの江川です。今外部マイクのテストをしております。外部マイク入れることによって音がどう変わるのか。はい、マイクはですね、口の近くにあればあるほど非常に綺麗に声が入ったりするんですけど、まあ iPhone の内蔵マイクと外部マイクがあったらどんだけ違いがあるんでしょうか。今これは外部マイクをつけている状態です。次に、内部マイクでいきたいと思います。外します。こんにちは。小さな会社の動画作りをサポートしております株式会社コラボズの江川です。これは iPhone の内部マイクで撮影しております。いかがでしょうか。音の違いがもし分かれば、外部マイクを入れた方がいいのか入れない方がいいのかっていうところが決定すると思います。撮影の、仕方にもよるんですけど、まあ、ここは、どちらかというと下に道路が通ってますし、信号が変わると歩行者用の、音楽流れるんですよね。音楽かな、ピッポーとかなんか言うんですよ。あとは、救急車もよく通ります。今は選挙なので選挙カーもよく通ります。そんな中で外部マイクがあった方がいいのか内部マイクがあった方がいいのか、私は迷わず、外部マイクを選んでおります。参考になれば幸いです。レッツゴーだ。